しっかりと徹底してできているという、そんな話もしていました。やはり今自分たちがやることをこれをしっかりやる、またできているということなんでしょうね。そうですね、まあ、相手があるスポーツですけど、やっぱりいかに自分たちのプレーを、スタンド側からニアへのボール、もうヘッドヘッドですが、ここは枠を捉えることはできませんでした。うまくフリックしましたけどね、うん、ちょうどストーンの後ろになったので、鈴木亜希とそして田中聡、平岡入れ替わる。さあ畑も左走っている、前線には福田が手を上げている、逆サイド畑を使う、中に下ろせ、そして鈴木亜希だ、距離のあるあの位置からしっかりとコース狙いました。そしてガッツポーズ、先制アウェー湘南ベルマーレです。ファイタルが空いたところに鈴木亜希がスピードを上げずに待ってるんですよね、はい、でその前に田中聡が上がってきているのでラインも下がるし、まあ、いろんな複合的にあのスペースが来ましたよね、うん、であとは本当に今冷静にシュートが打てる鈴木亜希は素晴らしいゴールですね。あ、鈴木亜希まだキープ、そして福田左高い位置上がってきた畑、そちらを使う、中3枚黄緑のシャツ、畑から少し溜めてからですが、自分で行くシュートだ、来た、自ら狙っていきました、畑の得点です。というかもうそこから離れたというか、はい、まあ、でもこれこの中で1対1はちょっとはっていう感じがしますよね。やっぱりカバーのところがいないですし、はい、まあ、森重がいたとはいえボールには行ってないですもんね。いやでも畑もすごい当たってるんですね、ディフレクションして中村穂高の左足に。まあでも位置からのフリーキック、エベルトン・ガウディのを狙っていった、うん、サイドネット、いやそこから行きましたね、やっぱりパンチ力持ってますね、うん、やっぱりこの武器を使う、大岩から鈴木優斗、そして田中聡、ここからさポケットに入っていったんで鈴木優斗、ナイスキーパー、ここは、はい、野沢大志ブランドンのセーブです。ここで福田翔に渡していく、福田キープ、おー、そして奥野に入る、奥野から横に流した阿部、さらには鈴木優斗切り替えて左シュート、ナイスキーパー、ここもセーブです、野沢大志ブランドン、すごくいいなと思って見てますね、まあ、去年の U17 ワールドカップでは10番を背負っていました、はい、インターセプト、奥野、そしてシュートだ、ナイスキーパー、ここも止めた野沢大志ブランドン、福田翔と一緒、まあ、左ですね、ここでポストだ、詰めたコーですが押し込めませんでした、時間も使いながらというバラドです。そしてここで長い笛、試合終了、残留を大きく手繰り寄せる勝ち点3、湘南ベルマーレ、これで